泣いてる君のすぐそばで塞いでる俺のすぐそばで乾いた風が転がってしけた人や街中をここまでおいでと明るい諦めと開き直る力をちらつかせてる悲しいのが好きなほど人に囲まれてないからご機嫌なやつが叫ぶどうにもならないからどうにかやれそうだぜご機嫌なやつが叫ぶ手が滑っちまった。ああ！うん、これでバレまい。またまゆこのオンボロラジオは気のせいかな。いやー悪かったね舞子ちゃん、昼間から手伝いお願いしたりして。いえ、どうせ日曜で予備校休みだし、それにしてもすごい忙しさでしたね。お父さんがいけないんだよ。うちの店人手が足りないのにさ。はい、洋食の店カルチエ。はいはい。日替わり弁当15人前に味噌カツ弁当10人前。そんなに？はいはい、もちろんできますとも。すぐにお届けいたしますんで。すぐ安請けはしちゃうんだから。だってち、めったにない大口の注文だぞ。断るわけにいかないじゃないか。そのせいでまゆこ姉ちゃんまで呼びつけちゃっててんてこまいだったんだかんね。いやーほんと助かったよまゆこちゃん。遅れていたバイト代今月こそなんとかするからさ。それは当たり前でしょうが、まゆこ姉ちゃん時間外労働手当遠慮なくビシビシ請求していいかんね。それは当然です。あ、すいません。今ちょっと休憩時間で。あれ？あ、いたいた。千秋ちゃん、絵の花湯行ったらこっちでバイトしてるって聞いたもんだからさ。なんだ、めいこ姉ちゃんのお友達？どうぞどうぞ。お父さん、アイスコーヒー2つね。もちろんうちのおごり。へいへい。すみません。ごゆっくり。前から聞こうと思ってたんだけど、まゆこちゃんってさ、付き合ってる彼氏とかいるの？別に。ほら、この間のライバル銭湯偵察の時来たドレッドヘアの人、まゆこちゃんの彼氏じゃないの？ドレッド？あ、玄三くん？うん、玄三くんは田舎の幼なじみで、全然そんなんじゃないの。おー、そっか。んじゃあさ、合コン？そう、うちの予備校の女友達集めてさ、相手は大学生のサークルで、あ、費用はあっち持ちだって。美味しいでしょ。その合コンというのはつまり普通のコンパだよ。コンパって何？ちえちゃんってば、よくぞ聞いてくれた。へえ、面白そうだね。ねえ、行こうよまゆこちゃん。私、そういうのってあんまり。いいじゃんまゆこ姉ちゃん、いつも貧乏暇なしで苦労してるんだから。この際お金持ちの男子に3人ぐらい捕まえちゃえば。こらちえ、子供があんまり調子に乗るんじゃないの。ふーん。あさって火曜なんだけどさ、予備校休みじゃない？どう？あさってまゆこちゃんっていつも忙しくしてて出会いないし、彼氏作る暇なさそうだもん。もったいないよ。彼氏ね。ただ行っておしゃべりするだけでも気晴らしになるしさ、行こうよね。うん、そうだね。じゃあ決まりね。うん、わかった。いらっしゃい。お早いですな。いやー、今日は早じまい。たまにはね。わーい、一番風呂だ。大人と子供ね。毎度どうも。お父さん、シャンプー持ってきたよね。あ、忘れた。また？ほら、私の貸してあげるからちゃんと洗わなきゃダメだよ。いやー、すまんすまん。全部使っちゃうだよ。そっち終わったら投げてね。はいはい。へえ、合コン行くことにしたの？ええ、なんかそうみたいです。そうみたいって何一言みたいに言ってんのよ。あ、そうですよね。面白そう。私も予備校生のふりして行ってみようかしら。ちょっとおしゃれすればまだまだハイティーンで通用するよね。琴美さんなら大丈夫かもしれませんね。かもしれない。ガキンチョは守備班以外だし、どうせ相手は親のすねかじってるボンボン学生どもでしょ。今回は遠慮しとくわ。あ、そうですか。でも受験生の気晴らしにはちょうどいいじゃない。たまには思いっきり楽しんでおいでよ。ええ、でも私こういうの初めてでちょっと。行きたくないの？いえ、どんなものかって興味あるし行ってみたいんですけど。そうよね、まゆこちゃんもたまには若者らしいこともしなくちゃ。毎日絵の花の人たちと接してるだけじゃどんどん若年寄りになっちゃうわよ。確かに。まあ、たかが合コン、気楽に気楽に。たまにはガス抜きも必要よ。そうですね。わっちゃー、うん、なんだ合コンって。何やってんのよニヤ。合コンって何なのさ。食いもん？あんたには関係ないの。うわ、やっぱ食いもんだ。ニヤに内緒でうまいもん食う相談だ。違うって。それよりなんであんた屋根から降ってくんのよ。もうちょっと屋根の上で UFO 制作なんぞ。屋根ですか。どうも最近部屋の中にガラクタが転がってると思ったらやっぱりあんたのせいだね。また屋根ぶち抜かないようにね、ニヤちゃん。合コンって若い輩が集まって飯食いまくるもんなんか。だいぶ違うけど、まあそんなところね。秋冬なら一丁羅なんだけどな。真夏にこれはないか。いつものヘタレ服でいいじゃん。どうせ飯食うだけなんだろうに。だからそういうんじゃないのよ。ちゃんとした格好してお話ししても恥ずかしくないようにしなくっちゃ。ああ、めんどくさいにゃ。しょうがない。前のためにここはニアちゃん秘蔵の。え、秘蔵の何？じゃーん！クレーターのバラックで見つけた宇宙人。ボブ、ご機嫌なジョークを聞きたいかい？冷蔵庫とゲームのお尻の共通点って何？どちらもソーセージをしまう場所さ。こんな油切ったギャグ言えるか！なよ、性格気使ってやってんのに。いいからほっといてよ。ほんじゃまた UFO でも作ってよっと。屋根で作るのやめてよね。天井ぶち抜いたら今日の晩ご飯も抜いちゃうから。ま、服なんて何でもいいか。気楽にね。ねえ、合コンの飯こっそりくすねてさ、にえちゃんにお土産。いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい。そんな恥ずかしいまでできるか。チェケチ。明日一緒に行くメンバーだよ。みんな同じクラスだし紹介はいいよね。うん、よろしく。でもさ、茅ヶ崎さんが来てくれるとは思わなかったよね。え、なんで？っていうか茅ヶ崎さんっていつも勉強で忙しそうだし、コンパとか興味なさそうに見えたから。そんな感じだよね。何言ってんの、舞子ちゃんだって気晴らしくらいするよね。うん、たまにはいいかなって。意外ね。じゃあまた明日ね。バイバイ。ねえ、本当に私が行ってもいいのかな。ああ、もちろんだよ。どうして？やっぱり私。付き合ってよ。みんな喜んでるんだよ。ほら、普段あんまり話できないからさ。うん、そうだね。そうだけど。もしかして誘っちゃって迷惑だった？うん、そんなことないよ。本当？うん、私もたまには遊びに行ったりしたかったし。そっか、よかった。あ、もしもし。ああ、はいはい。ちゃんと揃いますって。場所？これから？いいですけど。はーい、じゃあね。ごめん、これから下見に行ってこなくちゃなんないや。じゃあ明日ね。うん、はあ。逃げることないのに。しんど。チェ。なんか今日は乗らねえや。きちゃん？まいこです、茅ヶ崎。ああ、まいこちゃん。まだいる？悪いんだけど、千秋ちゃん、私、やっぱり。あのね、私。来ないの？参ったな。やっぱやめるって。え、マジで？いや、まあいっか。今度また誘うよ。うん、ごめんね。あ、いいよいいよ。じゃあまた学校でね。うん、本当にごめんね。あ、電話ありがとうございました。今週も客足は横ばい。こんなんじゃ今月も赤字だわ。あれ、まゆこちゃん、今日は出かけるんじゃなかったっけ？ええ。どうしたの？やっぱり私には似合わないんじゃないかなって。え、じゃあ行くのやめたの？私、服とか全然持ってないし、髪も伸びっぱなしだし、こんなんで行っても楽しくないだろうし。なんだ。まあどうせ遊びなんだし、結局行くも行かないもまゆこちゃんの気持ち次第なんだけど。はあ。それにはまずまゆこちゃん自身がどっちにしたいのか分かってなきゃね。え、気が乗らないならはっきりそう言わなくちゃダメよ。そうですね。なんて偉そうなこと言っちゃったかな。さて、今週の終始続きやんなきゃ。毎度ありがとうございました。飯は？おっ、お皿が一枚、その上に乗っかった焼き魚も一匹。さては、晩飯を独り占めする気だな、まゆ。そうは問屋がおろさないもんねーだ。勝手に食べれば。あ、いいの？ほんじゃまあ遠慮なくいっただけ。なんか元気ないな、お前よ。やっぱ半分欲しいんだろ。無理しないでほら食いなよ。いいのよ。なんだよ、せっかくの宇宙人の声よ。じゃあ私も寝るから。あ、そう？まゆ、こないだからさ、屋根に登るとなんか変な声聞こえない？別に。聞こえたんだよ。いい天気だったから屋根登って UFO 作ってたらさ、どっかから声がすんだよね。なんて言ってたのかな。あん時母船がよく見えたな。ひょっとしてあれ、母船がなんか言ってたのかな。やっぱそう思う？ねえ、まゆ。まゆってばよ。ねえねえ。うるさいわね。なんだって。母船だかなんだか知らないけど、あんたたちの乗ってきた UFO なんて私には関係ないわよ。何プリプリしてんだよ。大体おかしいじゃないの。アンテナもないくせに。もし母船が何か言ってたって、アンダーセブンのあんたに何が聞こえるっていうのよ。大王！差別発言だ！よくも宇宙人の繊細なハートを傷つけたな！にゃーこい！おヘイマムス！鼻からうどんを吹かせてやるぜ！ふーんだ！マユコなんか怒ってシワ増やしてばあさんの仲間入りしちゃえ！やだね、プリプリしちゃってさ。お前だって聞こえたよな、変な音。優柔不断であやふやで流されてばっかりで、自分の気持ちもよく分かっていない。そんなところを琴美さんに当てられたのがショック。おまけにニヤニヤつあたり。私って一体何なんだろう。1800円で本場インド料理のコースが味わえるお店といえばサネパンジャブ。さあ、あなたも。